東急300系電車、東急300系電車、東急300系電車は、1999年、平成11年7月11日に営業運転を開始した東京急行電鉄の軌動車両。デハ300型とも称される、老朽化した、デハ70系、デハ80系、デハ150系の置き換えとバリアフリー化、冷房化を目的に、 世田谷線向けに製造した2車対3台車の連接車であり、東急での連接台車の導入はデハ200系以来となる。優しい空間づくりをコンセプトに設計しており、東急に寄せられた乗客からの要望と乗務員、研修員の操作性や作業性が考慮されている。二千一年、平成十三年二月十一日に、デハ百五十系の営業運転を終了し、 セパガヤ線の全車両が300系となった。2両編成10本、20両が在籍する。車体色は編成ごとに異なり、車体広告を入れた編成があるのも特徴の一つである。三台車2車体で A 車と B 車の2両からなる連接構造となっている。これにより車両間の往来が可能となった。車体はセミステンレス構造で、 腐食が懸念される箇所にステンレスを使用し、その他の部分は構成となっている。車体幅は2500ミ、mm、リメートルだが、ホーム屋根との間隔を確保するため屋根に向かって50メートル絞られている。前面部は傾斜がついた一枚ガラスで、側面の視界確保のために前面のガラスを回り込ませている。また、防曇りガラスを採用したことにより、 夜間の背面照明の映り込み防止も図られている。さらに多出時の視界確保や安全性向上を図るためにデフロスターが設置されている。側面窓は下段が大型の固定式、上段が内開き式となっている。熱線九州のスモークガラスを採用したことによりカーテンレス構造となっている。前面には LED 式の行き先表示器を各乗降口には LED 式の出入口案内表示器を設置している。フォントは、ゴシック体で、日英交互に表示される。登場当時は、各駅のホームをかさ上げする前だったため、301階から306階には一段の、ドアステップと床下格納型の、車椅子昇降装置を各社に設置していたが、全車が300系になることでホームをかさ上げするに、ステップが廃止され乗降口がフラットになった。 なお、307階から310階は、ホームカサーゲ後に導入されたため、ステップなどを設置していない。台車は、デ波70系、80系の廃車時に使用されていた旧品を再利用している。310階は新製。基本構造は、M 台車、T 台車ともに同一だが、T 台車は、中間伝説部品さら対応用に改造された。M 台車は、 TS-322T 型を、T 台車は TS-332T 型をそれぞれ採用している。車輪直径は 660mm。東急としては初めて三菱電機製 VVVF インバータ制御装置を採用した。制御方式は PWM 方式の VVVF インバータ制御。制御装置はイベット素子を使用した2レベル方式となっており A 社。 搭載されている。この制御装置は4台搭載されている手電動機を2、軍で制御することにより、低騒音化が図られている。ブレーキの形式は、ハーダに方式の改正ブレーキ、発電ブレーキ併用デジタル指令、保安ブレーキ付きのアナログ変換式、電磁直通ブレーキ装置で、M 台車、T 台車ともに、基礎ブレーキ装置は型押し、式踏み面ブレーキとなっている。 301回から304回の電気ブレーキは、デビュー当初、改正ブレーキのみであったが、その後、列車の運転密度が低い状態において、改正ブレーキが執行する改正執行が問題となったため、改正、発電ブレーキ併用改造、インバータ装置及びブレーキ装置交換、抵抗機増設が行われた。これらの編成はホームかさ上げ前の登場で、 ドアステップと車椅子昇降装置が設置されていたため、作り用のスペースが取れず、ブレーキ改造工事の際に、A 社先頭部屋根に空気ダメが設置されている。A 社と B 社に1台ずつパンタグラフを搭載している。着設対策として、シングルアーム式が採用されている。また、積雪時の制動能力の向上を図るために、増粘着剤噴射装置を備えている。 A 社、B 社共に進行方向に向かって一人掛けの席が設置されている。ポリエステル製でオレンジとブラウンを交互に配色している。立席の乗客用にスタンションポールを設置している。座席形状は301階から304階と305階から310階で異なる。また、室内のカラーリングは10編成で3パターン存在したが、 2013年度から順次張り替えられ、東横専用5050系50従来があらと同じものに統一された。各車両を2箇所に車椅子スペースも設置されており、そのスペースの座席は折りたたみ式となっている。また、非常通報装置を設置している。客用扉はバス型電気式の両開きプラグドアで、開口部は 1250mm 確保している。各 扉上にドアチャイムが設置されている。運転室背面と車内妻面には LED 二眼式の旅客案内表示機が設置された。これも日本語と英語による案内を行うほか、時刻表示や各種 PR 放送に対応した案内がされる。車内放送装置として自動放送装置を B 社に搭載したが、英語放送はない。自動放送は、 出庫時1回の設定で入庫まで自動切り替えされるようになっている。釣り革の形状はである。車内に路線バスと類似した運賃箱とパスモの読み取り機があり、無人の中間駅では乗車時に運賃を支払う。瀬田丸廃止前まで馳せた丸定期券、回数券の読み取り機も設置されていたが、瀬田丸廃止後に撤去されている。室内の合車表示や、 製造名板などはアクリルからシールになった。空調装置は2 4 4ットの冷房装置を編成あたり2台。暖房装置は座席下に8 6 0トの温風ヒーターを各16台。乗務員室に足元暖房用のシーズワイヤー型ヒーター装置をそれぞれ設置している。運転室は料金箱と運転席の間隔を設け。 運転台の位置を中央から 230mm ずらしていることにより、居住空間を広く確保している。マスコンは T 型ワンハンドルマスコンを採用している。運転台のコンソールには、扉操作スイッチや自動放送装置などが集約されている。また、車内モニターを設置し車内の乗降口付近の状況が把握できるようになっている。料金収受に対応するために運転席は、 回転できるようになっている。全編成で塗装が違っているが、特筆されるものは以下の4つ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。